よし、待って。座る。座る。よし、行こう。まあ第2ラウンドみたいなもんですかね。先ほどとはね、山を変えました。まあ山を変えたって言っても結局ずっと、まあ、山がつながってるんでね、まあ、変えたっていうのはちょっと違うかもしれませんけれど、まあ、車でね5分ほどね離れた山に、来ています。実はねここはあの昨日、まあ、息子とね、まあ、来たところなんですけれど、登山道行くと、ちょっと待ってくださいね。はい、撮影再開ですね。ちょっとね、あの先ほどとはね、山をね、変えました。まあ山を変えたって言っても結局山つながってるんでね。まあ車でね、まあ5分ほど走らせて違う場所へ移ったと言った方が正しいかもしれませんけどね。ここはね、あの昨日来たね、あの登山道からちょっと入ったところなんですよ。まあ日曜日なんでね、登山される方っていないとは思うんですけどね、こんなマイナーな山って言ったらね、山好きの方にすれば怒られちゃうかもしれませんけれど、なので、まあでもね、山登りしている方いらっしゃるかもしれないので、まあ神はしないんですけどね、まあ迷惑にはなるでしょうからね、登山道からね、少し入ったね、まあ、こういうね、人もイノシシも来ないっていうかね、ところにね今入ってますね。こうやってねカメラ回してる時に限ってね、何もないんですよ。昨日ね、ほんとギャンギャンねやってたんですけどね。まあでもね、昨日ね、どっちにしてもあの息子がいたしね、あの山登る格好ではなかったので、お、吠えた。フェイントか。まあ、どっちにしてもね、まあ、寄れはしなかったんですけどね、ああいうね状況なんかね、まあ、動画に撮れたらね最高なんでしょうけど、なかなかねそうはうまくいかないということでね、ちょっとねいろいろ喋ってたら家臣がねあまり離れなくなるので、ちょっと一時ねちょっと黙って動画撮影したいと思います。家臣来いよ、来い。あら、車に戻ったな。あったあった。
おい、家臣来いよ。おい、来いよ。来い、こっち来い、こっち来い。うん、うん、よし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 、行こう、行こう。今ね、家臣がはぐれたんですけど、車に戻ってましたね。まあ、車にね、戻ってるっていうのは GPS でね、まあ、確認していたので、手前からね、声出して呼ぶと走って戻ってきましたね。で、まあ、でもね、こういうそのまあなんていうんですかね、まあ、迷ったら車に戻る、まあ猟犬としてはいいとは思うんですけれど、まあ他のね、まあなんていうんですかね、まあ地域の方とかねに対してはね、まああまりよろしくないというかね、犬をね散歩している方にね、まあ犬と絡んだりとかしてね、まあ迷惑かかったりとか、まあ犬散歩してなくてもね、まあ一般の方にね、まあ、不快な思いをさせたりとか、どうかしたらね、庭に入ったりね、まあしないとは思うんですけどね、これ可能性としてゼロではないですからね。なのでそういった面ではね、ちょっとよろしくないので、気をつけないといけないところですよね。もう結局こんなにね離れちゃったと。さすがにね、こういうところにはね、登山客来ないでしょうから。ここにも箱穴がね、仕掛けてありますね。これ扉落としてますね。あ、こう看板があるんでちょっと見てみましょう。あー、まあ1年ちょっと。おい、家臣こっちよ。はい、放置してるような感じですね。はい、もうね、最初行ったこう山道はね、ちょっと険しすぎて、もうすいません、もう登山道に来ました。あの、どうした？お？なんか、おでこのとこなんか、つけてますかね。ちょっとね、険しすぎたんでね。っていうのが、坂がね、険しい分は別にどうでもいいんですよ。耐えれるんですけど、あの木がね、生い茂りすぎて、もうね、行く手をね、阻みまくるんですよ。なのでね、もうすいません、もうこの登山道、今ね、林道を歩いてます。ただね、ここね、あの鍵がしてあるところなんですよ。なので、鍵がないと中にね、車乗り入れできないんですけれど、多分ね、猟友会の方がね、持ってあると思うんですよね。ここね、どうですかこれね、ジムニーで行きたくないですかこれ。昨日もね、あの息子と家臣とね、ここずっと歩いてきましたけれど、ここね、ジムニーでね、走りたいなって思うところなんですよね。
ちょうどいいでしょう、このなんていうんですか、その枝もねあんまり出てないし、ボディね傷がつかないしって言ってたらね、そんなの気にするなよと、ジムニー乗りだろとね言われちゃいそうですけれど、やっぱりね新車のうちはねなるべく大事に乗りたいね。なんかねジムニーで走りたいなって思いながら、昨日ね息子と家臣と一緒にねここを歩いたんですよ。来いよ。ね昨日ねここなんですよ、ここをねこう行って、あっこにねまたね箱穴がある。あん、これかな、一回声ということは勘違いか人か、なんかそういう方によって最近なんかなんとなくですけど分かるようになってきましたね。ここをねちょっと入っていったんですよ。ここね杉の木をね伐採してあったところがあったんですよね。おい家臣来いよ。なんか行った感じしたんですけどね。向こうが出てくるか。おい来いよ。こんなとこねジムにできたいですよね。もうすぐ帰ってきますね。ガサガサと音はしている。帰ってきた。おい来い。あのワン鳴きなんなんですかね。とりあえず吠えてみたけど違かったみたいな。あ、とりあえず吠えてみたみたいな。ユーチューバーか。あら。今帰ってきてましたけどね。おい来いよ。あー多分下に水飲み行ってますね。もうね結構ね暑いんですよ。僕もねどんな、どうすればいいんだこれ。映ってますかね。あ、こうはダメだ。こう。こんな格好してるんで映ってないです。ちょっとやりづらいんですけど、こんな格好してるんでね、暑いんですよ。なんでね、僕以上にね、動き回ってる家臣はね、暑いんじゃないかと思うんですよね。はい、先ほどの、ね、続きになりますね。先ほどがよく分かんない場合は、そこは全てカットしたということでお願いします。昨日ねここに来たんですよ。で前方ちょっと見えますかね、箱穴見えると思うんですけれど、このね箱穴を見てたんですよ。まあもちろんね、かかってないですよ。扉もね閉まっている状態なんですけれど、これをね、こう見てたら、もう今家臣もねずっとこう向こう行きましたけれど、向こうの方にバーって行ってね、
ギャンギャンやりだしたんですよ。それからずっとね離れていて、もうね100、200行って、でまあ結局その逃げられたんでしょうね。帰り道が全く分からなくなって、でもう全然ね突拍子もない方向にね行ったりとかして、でぐるーっとね回ってきてね、やっと帰ってきたっていうことがねあったんですよ。まあね、よく言えば戻りがいい犬って言ってもいいのかな、その辺はね、僕にはまだ分かんないんですけど、今まだね視界、あの肉眼でね見える範囲内にいるので、ちょっとね、ここはね静かにしてね家臣のね動きをね見たいなと思います。100メーター超えましたね。ちょっとあのね音声聞いてみましょうね。120、今6メーターになりましたね。音声はこの音声ボタンを押して、で決定ボタン、音声切り替え中。今133メーター離れてますけどね、まあ吠える声がしないので、まあ今ドーンと行きましたね。まあ今のところ大丈夫という感じですね。ちょっと静かにしておきたいなと思います。